こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっと久々の外撮影ということで皆さんに動画をお届けさせていただきたいなと思っています。僕が今日お邪魔しているのはですね、無印良品銀座ですね。こちらで今日はですね、皆さん背景見ていただくと分かる通り、無地ラボさんの新作ですね、こちらをご紹介していきたいなと思います。本日ですね、撮影日が10月11日ということで、新生無地ラボさんのシリーズがですね、今日からまたスタートするということで、早速お邪魔させていただきました。まあ、オープン前の忙しい時間にですね、ちょっとお邪魔してるんですが、非常にですね、素晴らしい仕上がりになっているので、いろいろと試着をさせていただきながら、皆さんに徹底解説をしていきたいなと思っています。まあ、今回のテーマなんですが、よりこう素材の持つ力だとか、そういったものにフォーカスをしまして、まあ、見ていただくと分かる通り、まあ、上品な質感というところがさらにパワーアップしているなという感じですね。まあ、デザイン自体は無印さんらしいですね、ミニマルで使い勝手がいいところに対して、まあ、素材のやっぱり差というところは大きく出てくるかなと思うので、見応えがあるコレクションになっているかなと思います。早速ちょっと見ていきたいなと思うんですが、こういったダッフルコートなんかも素晴らしいですよね。僕の中ではダッフルコートというとすごくカジュアルな印象があるんですが、素材が上品なので、まあ、すごく大人っぽい仕上がりになってますね。フードがついてるんですが、表面のこの柔らかい質感だとか、首元を留められるような仕様になってたりだとか、デザインのディティールなんかも楽しめるので、これはなかなかいいですね。中でもこのブラウンがすごく気になるので、まずはこちらから着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。大人っぽい上品なコートですね。丈がしっかりと長さがあって上品なんですが、フードがついているので程よくカジュアル感が出るんですね。色もブラウンなんですが、カシミヤが 12% 混紡されていて、すごくですね、奥行きのある上品な質感に仕上がっていますね。いや、これはちょっとこう無印良品さんらしいというよりは、かなりこうハイブランドのコートのような雰囲気で、すごくバランスを取れた一着だなと思いますね。これで価格が3万円を切るということで、コスト面でもですね、すごく満足ができるかなと思いますね。まあ、このダークブラウンっぽい色合いもいいですし、上品なこのライトグレーというんですかね、この感じもまた質感いいですよね。まあ、すごく悩むところではあるんですが、明るければ明るいほどまた上品な質感も伝わりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。はい、コートもすごくいいんですが、あとはですね、ダッフルだけではなくてチェスター型もあるんですよね。襟元の雰囲気変わるだけで全く見え方が別になります。まあ、メンズの中ではこういったチェスターなんかはもう定番的に使いやすいモデルなので、そこに対して素材の良さというところが乗っかっていると、長く使いやすいような名品になってくるかなと思います。これはどうしようかな。まあ、今ブラウン着てるので、せっかくなのでちょっとベーシックなブラックの方を着てみたいと思います。はい、実際に着てみました。上品なコートですね。丈もかなり大胆に長くなっていまして、サイズ感もですね、今 M を着てるんですが、程よくゆとりがあります。着方次第でいろんなスタイリングが組めるなと思っていまして、本当にこうお仕事でも着ていただけるような上品さもあるんですが、まあ、パーカーだとかちょっとフード付きのものなんか合わせていただいたりすると、よりこう着崩した感じも楽しめるかなと思います。あえてこうデニムとか色落ちしたものとかでも合わせていただいても、着こなしが楽しめるかなと思いますね。まあ、チェスターコートというのは大人の男性にはもう定番的なものなので、これをこう上品な、ね、カシミヤコンのもので作ってあると、長く使えるような一着になるんじゃないですかね。結構ロング丈で長さがあるんですけど、着た感じ重たいっていう感じはしないので、そのあたりも含めて使い勝手がいいですね。ベーシックなものこそやっぱり素材にはこだわりたいので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。またニット系もしっかりとこのあたり充実してまして、まあ、ベーシックで使いやすい丸首のニットですね。クルネックのセーター、モカブラウンと、あとはこちらはベージュですね。このあたりもやっぱり使い勝手いいですね。触った感じがもう明らかに違う。こちらも素材はカシミヤ 100% で、素材の色そのままを出しているので、このあたりもナチュラルですごくいいですね。いやー、これは使い勝手良さそうですね。クルーネックタイプと、あとこういったタートルネックもあるので、このあたりは季節に応じて使い分けができそうですね。個人的にはどっちの色も好きですね。まあ、今着てるこういったチェスターコートの内側に入れてあげてもバランスが良さそうなので、ちょっとこちらのセーターも着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。
これはもう中肉厚ですごく使いやすい厚手になってますね。まあ、色の雰囲気もいいし、あとは細かい部分なんですが、この袖の部分だとかその部分だとかちょっと切りっぱなしのようになっていて、このあたりもちょっとしたこうデザインのアクセントになっていて、なかなかバランスがいいなと思いますね。素材そのものの色ということで、コンセプトにもあったような素晴らしい一着だなと思います。先ほどのねこういったコートの内側に入れてあげてもいいですね。ブラウン系とこういったまあ、ベージュとこうブラウンっぽいものの相性すごくいいので、まあ、2色で合わせていただくのもなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、色はねやっぱりこのベージュの明るいのもいいですけどね、個人的には2色欲しいなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思います。でもうちょっと中に入っていきましょうか。まあ、シャツもこういったレギュラーカラーシャツですね。ちょっと機能感のあるようなベーシックなシャツもありますし、まあ、ホワイト系、あとはシャープに見えるブラック系ですね。このあたりもかっこいいですね。色はブラックね、これもいいですね。で僕が一番ですねこれ欲しいなと思ったのがこちらですね。このシャツがもう大傑作じゃないでしょうかね。まあ、ベージュの色なんですがちょっとコクがあるようなすごく綺麗なベージュで、素材にはですねウールコンということで、また質感がコットンとは違った見え方になってまして、上品な仕上がりなんですよね。これはもうめちゃ推しですね。もう早速こちらも着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。もう想像通りめちゃくちゃいいですね。まあ、サイズ感もですね少しゆとりがあるんですが、大きすぎないバランスになっていまして、肩のラインもやや落ちている、このあたりもですね自分のサイズを着るだけで今っぽい雰囲気も出ます。あとはやっぱりこのウールが入っていることで、この質感の良さですよね。表面に微光沢があって、上品な雰囲気が存分に味わえるような一枚になってますね。まあ、ベージュの中でもすごくストライクの色ですね。僕が一番好きな色味のベージュなので、これは大人の男性には似合いやすいと思いますし、白 T の上に1枚着て、あとはブラックのパンツとかで様になってしまうかなと思います。ロング丈のコートの内側に入れてあげてもいいので、重ね着にも対応してくれるかなと思うので使いやすそうですね。で結構細かい部分なんですが、胸ポケット、これがちょっとコンパクトなサイズ感になってまして、やや上目についていますね。このあたりのちょっとした配置でもですね見え方変わってくるので、すごくいいなと思いますね。いやこれは欲しいです。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいですね。カラー展開が、まあ、いくつかありまして、あとはですねこのブラックもかっこいいですよね。もうあえて、まあ、実際に今この、ね、マネキンに着せてある状態がこちらだと思うんですが、全部ボタン閉めてミニマルな感じで着てもらうのもいいと思いますね。ベージュだと明るい印象で、ブラックだとよりシャープな雰囲気になるので、これもかっこいいですね。ブラックでもこの素材感の良さというところがしっかりと伝わってくるのがウールコンの良さだと思うんですが、めちゃくちゃいい一枚仕上がってますね。ぜひここのシャツはもう一押しなので、価格がちなみにですね7990円なので、これも一つの強みだなと思います。僕もですね実はシャツが大好きなので、ウール系のシャツいろいろと持ってるんですが、1万円以内で買えるということはまずないので、コスト面で言っても非常に優れてると思います。ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてですねジャケットも、まあ、これもすごくいいんですが、個人的にはこのあたりのですねグレー系のジャケットもすごくいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、これはですねテーラードジャケットという形で、まあ、伸縮性のある素材を使っていて、まあ、グレーの中でもミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいですごく使い勝手がいいんですよね。こういったジャケットもしっかりと作ってくれているので、なかなかですねビジネスカジュアルなんかでも使いやすいような一着だと思いますし、あえて着崩してベイカーパンツとか、あとはデニムだとか、あとは白系のパンツなんかで合わせても使いやすいかなと思うので、これもいいですね。細かい部分で言うとラペルとこのゴージラインがややこう下目になってたりだとか、少しクラシックな感じもしてなかなかかっこよさそうなので、こちらも着てみたいと思います。はい、実際に着てみました。色がすごくいいですね。これぐらいのグレーのジャケットって意外と探してもなくて、個人的には使い勝手めちゃくちゃいいなと思うんですね。単品使いでもいいし、セットアップもできるので、内側にシャツを合わせていただいて、もうタックアウトするような形で着てもらうのもいいと思います。ベージュのシャツでもいいし、こちらのブラックのシャツで引き締めてモノトーンで着るのもいいかなと思うので、使い勝手も抜群にいいかなと思いますね。中白 T とかでも全然いいので、これは僕も一着欲しいなと思いますね。
あとはやっぱりこちらのね、ちょっと膨らみ感のある素材ですよね。これがカシミヤ、このジャケット、こちらもすごく上品な素材使いで雰囲気がいいので、皆さんどっちの方が好きなのかもぜひコメント欄で教えていただけたらなと思っております。はい、続いてちょっとこちらのゾーン見ていきたいなと思います。この辺りのシャツもいいですね。ブルー系のストライプ柄になっていまして、素材はポプリンのですねレギュラーカラーということで、これもすごく上品な見た目ですね。先ほどのジャケットの内側に入れてあげてもいいと思いますし、 T シャツの上にさらりと着ても収まりないそうなので、この辺りも使い勝手いいですね。ホワイト系のストライプとブルー系ありますが、個人的には結構このブルーが好きな感じなので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思います。あとはボトムスですね。この辺りもですね、ワシコンのデニムですね。まあこれも触った感じもすごく気持ちがいいですし、重量感なくて持った感じも軽いんですね。シルエットもですねレギュラーぐらいで使い勝手がいいので、この素材感の良さもぜひ楽しんでいただきたいですね。これで9990円ということで、ちょっと綺麗なホワイト系のパンツ買いたい方はこちらもおすすめですね。あとは色、こういったブラックもありますかね。これは表記で言うとブラックですね。少しだけゆとりがあるレギュラーの感じで、すごくバランスがいいボトムスになってますね。通常のデニムもありますので、ぜひ皆さんワシコンということで独特の風合いが楽しめる一着なので、こちらもチェックしていただければなと思っています。その他にもですね、雑貨も充実してまして、この辺りのお香だとか練り香水だとか、こういった世界観もすごく充実しているので、皆さんチェックされるのもいいかなと思いますね。奥にはちょっとこういった生活雑貨みたいなものもあって、こういったクッションなんかもね、結構大ぶりのものがあって雰囲気あっていいですよね。この辺りも質感すごくいいし、あとはですねタオルなんかも、これもすごくいいですよね。質感のいいバスタオルなんかも置いてありまして、生活雑貨までしっかりと揃っているので、プレゼントの一部としてこういったものを使ってあげるのもいいと思いますね。はい、このあたりもね、香りの部分も含めて一つの世界観が出来上がっているので、ぜひ皆さんもですね、ちょっと店舗数としては限られているかなと思うんですが、お近くで取り扱いがあるところがありましたらチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではですね、もう贅沢ですね、ムジラボさんの新作をですね、いろいろと試着をさせていただきまして、皆さんにご紹介をさせていただきました。最後せっかくなんでね、このウールコンのシャツの、このライトグレーもあったということで、こちらを着て締めたいなと思っています。やっぱりいろいろと見た中では、このシャツはですね、僕は全色欲しいぐらいの完成度だなと思いました。あとも贅沢なコートだとかニットもすごくいいし、どれもですねベースのデザインがベーシックなんですよ。なので、今年だけではなくて来年以降も長く使えるような、そういったものが多いかなと思います。でベーシックなものこそ素材にこだわることで、よりですね大人の男性には似合いやすくなってくるかなと思うので、そういった僕ら世代にすごく寄り添ったようなアイテムが多いので、ぜひ皆さんもですねオンラインですとか店頭でチェックをしていただきたいなと思います。僕もこれから先のシーズンも含めてムジラボさんはしっかりと追っていきたいなと思いますので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。